皆さんこんにちは、鈴由美です。キラーンシャキーン。はい、今日の動画は2ヶ月ぶりぐらいになってしまうんですけど、居酒屋篠屋動画です。コメントでリクエストをくださってた皆様、大変お待たせいたしました。そして5月、6月、7月とお店に来てくれた視聴者の皆さん、本当にありがとうございます。じゃあ今日は久々の篠屋動画ということで、美味しいものたくさん食べてたくさん飲みたいと思います。レッツゴー。それでは皆さん、今日も一日お疲れ様です。乾杯。今日も安定の飲み放題でいきたいと思います。地元野菜のバター醤油炒め、一品でしっかりこだわったものをということで、最近お通しが1種類になりました。いただきます。久しぶりの篠屋動画なんだけど、実はお醤油が変わりました。福島県岩瀬郡天栄村の鈴木醤油店さんで作ってる醤油、平右衛門っていうお醤油です。次、これ初めて食べる。レバーの酒粕味噌漬け、めっちゃ美味しそう。うまい。醤油漬けとかしぐれ煮よりこっちの方が全然好き。私レバーが串焼きの時と同じでトロットロ。
酒粕味噌漬けっていうぐらいだから結構味濃いのかな、しょっぱいのかなって思ったんだけど、酒粕味噌の風味もちゃんと感じるし、レバー本来の味もしっかり感じる。めっちゃ美味しい。どうしよっかな。いつもみたいに二階堂のウーロン割に行くか、今日は日本酒を飲むか。伊達桃を塩で1本と、とつくねのタレ1本。俺何勘違いしてる。真面目に自分がダメ。篠屋の飲み放題のプレミアム飲み放題の方に入ってるものなんですけど、久しぶりに飲むので楽しみです。すごいすっきり。大好きこれ。豚バラ肉の香ばしさ、そしてキノコのみずみずしさがね、相性バッチリ。はい、今日焼き鳥注文してなかったんで最後に食べたいと思います。炭の香りがたまらない。はい、ラストはつくねです。久々の篠屋動画だったけどめっちゃ幸せでした。今日も美味しいお酒と食べ物に感謝です。ごちそうさまでした。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。鈴由美でした。バイバーイ。石焼きもお芋